山口さんってほらピアノも弾けるじゃないですか、はい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 、その、うん、そういう、まあ、表現に続く時に、うん、音楽とかっていう選択肢はなかったんですか、うん、今でも弾けるじゃないですかって聞かれてはいって言ったけどはいって言わなきゃよかったなって今弾けますよ。もうちょっとそのピアニストがそうやって言ってくるのは結構トラップに近いなっていう感じがしてね、横山さんはそんなことは絶対に思ってないけど、カッコ書きで俺より弾けないけどなっていう風に僕は聞こえてくるぐらいそんな自分に自信はないのでいやいやそんなことないですけどちょっと怖い質問だったなって今そっか、そうですね、そうですね、自分のピアノの能力を本当に安く見積もらない方がいいですよ。その質問だいぶ強いいやでもなんかその山口さんの表現しようとしてるものというか、もうなんか写真とその音楽すごいつながってる感じがするというか、あ山口さんっぽいなっていうのがすごいわかるんですよね。それは自分ができることしかしてないからだと思いますよ。ちょっと悪い言い方の方で言いますけど、まあ、いわゆる横山さんとかは一通りのピアノ学習を終えているじゃないですか、はいはい、いわゆる、まあね、これを弾きたい弾きたくないではなくて技術の鍛錬として、うん、ある種のカリキュラムを終えていくわけですよね、うん、でもちろん僕もピアノレッスンを受けてたことがあるので、うん、その途中まではやったことはあるんですけど、うんすね、要は、うん、どの業界でも言えると思うんですが、あらゆるその技術を一定のレベルで、網羅した時にどれを使えばいいか迷ってしまうっていうことはあると思うんですよね、うん、ただ僕の場合はそれを網羅してないのでピアノにおいて、なので、うん、ある種楽譜をなぞることをやめた段階で自分ができることしかできないですよね、うんなので山口くんらしいよねみたいな話を聞くもの、うん、もらうたびに、まあうん、ある種の、まあ、自分ができることしかやってないからそれは本当にその通りなんだなっていうふうに、これは言葉面はちょっと悲観的に聞こえますけど、僕としては、うん、人間に宿る個性ってそれしかないんじゃないとも思ってるので、うんうん、だから結果的にそういう聞こえ方をしているんじゃないのかなと思うんですよ、うんまあ、無理しないっていうことですよね、うん、一言で言うと、うん、そっかそっか、うん、それがやっぱりそういうところにつながって個性とかにつながっていくわけですね、うん、そうですね。なんか僕とかは、まあ、逆っていうと逆じゃないんだけど、なんかクラシックずっと勉強してたじゃないですか、はい、その小さい頃から、はい、でまあ、ある程度 そのピアノを弾くっていう技術と、うん、そういうものに関してはある程度こう得ていると思うんですけど、うん、その自分の、山口さんらしいねみたいなもののような、横山くんらしいねみたいなものを探すのにすっごい時間がかかったんですよ。それはファーストとかを出す前ってことですか？そうですね、ファーストのソロピアノ0161ってあるけど、うんうん、でもあれでもまだ正直自分の中では聞き直しても出てる感じそんなしないけど、でも、うんうん、とにかくなんか自分の何かみたいなものをなかなか見つけられなくて、一応クラシックのピアノの世界にはいるけど、でもここじゃないっていう感じもぼんやりしててっていう、非常にこうなんていうかな、うんうん、あまり自分の音とかっていうのをちゃんと見つけてない時期が長かったので、うんうんうん、だからそういう音楽家の人の作品とかに出会うことが何回かあって、その過程で、うんうんうん、例えばもう一般的なその音楽の勉強してるわけじゃないしとか、うんうんうん、学校に行ってるわけでもないけどすごいいい曲作る人とか面白い音を出せる人とかいることをやっぱり知っていって、うんうん、なんかその時の嫉妬のような感情って結構今でも覚えてるんですよね。僕は
僕はこうやってこう小さい頃から鍛錬でやってきたけど、この人はそれをポンと超えて自分のなんか世界作れてんなみたいな、うん、なんかそういう、僕だからそれを見つけるまでに時間がかかった方なのかもなって今思うと思いますけどね、うんうん、まあでもそういうのは多分なんだろう、いろんなタイミングで人生上いろんなフェーズで、まあ、いろんな対象で起こることだと思うんですよね、うん、なんかちょっとうまくやってるな、ね、自分はできてないのになっていうところはすごく、うんうん、どの分野でもあることだと思うので、うんうんうん、だからこれに限ったことではないと思うんですけど、僕がその話を聞いてすごく思うのは、あの、うん、もちろん技術を学ぶのは絶対的に大事だし、それをやってる人は崇高だし、うん、僕は尊敬してるんですよね、何よりも、うんうんうん、なんですけど、あの、うん、なんかちょっとひらめきみたいな部分でしかこう表現とか個性っていうのは決まらないなっていうのは、まあ、僕は経験上もう自分の中で確かな理論として確立してるところがあって、まあ、すごい平たい言い方をすれば、あの、まあ、さっきと同じ話ですけど、全部できないから、これしかできないから、それを何だろう、他のこともやろうと頑張った結果それでもできなくて、でもちょっとだけその能力がついてて、それで踏ん張った結果、なんかあんまり他でやってない響きになってるねみたいな、それって本人が気づいて意図的にやってる人もいると思うんですけど、初めて結構の気づきって結構その偶然というか、あれなんか、そうね、よくあの実験とか、あの特許とか、あの発見の時にいつもと違った行動したら見つかったみたいなのあるじゃないですか、うん、ああいうのと似てて、ね、結構その個性が開花するのは、なんか鍛錬と悩んだ結果に、うん、なんか偶然ポンと出てくることなので、うん、実際僕も写真展で友達にピアノを弾いてもらったりして、その人にピアノの曲作ってもらったりしてたんですけど、それができませんってなって、うん、じゃあ自分でやんないといけないかなって、うん、もう何回か出してるので、うん、流れ的にやっぱり次もあった方がいいよなってうっすら思った時に、あ、じゃあちょっと弾いてみようかな、人の前で弾くのなんてやったことないけどなっていう思いで、まあ、半分練習、うん、半分本番みたいな気持ちでやったのが始まりだったりするんですよ。だもう無理やりですよね。それまではあの家でちょっと弾く、せざるを得ない、家でちょっと弾くとか、実家に帰ったらちょっと弾くとか、うん、その自分が弾ける程度の曲を練習するとかっていうのはたびたびやってたけど、本当に四六時中弾いてるっていうのはほど遠くて、子供の頃ちょっとやってたから指は少し動く程度の話だったんで、別に何か特別な何かがあったとはもう到底思えないんですよね。だからもうその時に必要に駆られてピアノの前に座ることになり、それでまあ、こう今みたいになっているっていうことなので、うん、だからそれ、その経験からはやっぱりらしさってなんだろうな、あの、結局ひらめきとか覚醒するというかね、あの、まあ気づいたらそうなってるっていうのが個性であって、なんか探し求めてたどり着けるものじゃない、いつの間にかって感じですね、うん、でなりますよね。そうね、確かに、